身分の違いをわきまえろよ。お前と僕らでは背負ってるものが違うんだ。いや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 、こちとら世界の運命を背負ってるんですけど、こいつ嫌いだわ。はい、皆さんこんにちは。前回のゆかりっちのコミュに引き続き、今回はみっちゃんのコミュをマックスにしたいと思っているんですけど、時間足りるかどうかとても不安な達也です。いやー、確かみっちゃんはね、一番直近のコミュでなんか結婚についてどう思ってるかみたいな、確かみっちゃんのお父さんお母さんがなんか政略的結婚みたいなことをやってたらしくて、でみっちゃんはそれに対して疎いからなんか悩んでるみたいな、なんかそんな話だったと思います。あー、しおみ、奇遇だな。今から帰るか。よし、じゃあ過ごしましょう。そうか、じゃあ行こうか。今日は時間があるんだ。微笑んでいる。おお、スクリーンショット、映画館とか来るんだ。みっちゃん自宅に映画館あるでしょ。多分。気の向くまま窓口でチケットを買い、誰かと気楽に映画を鑑賞する。笑われるかもしれないが、こんなことにも憧れていたんだ。しかしあんなに端の席だったのに、見え方に大した差はなかった。映画館というのは実によく考えられているんだな。確かに言われてみればあまり気にしたことなかったけど、ちゃんと考えられてんな。金持ちらしい意見だ。お前なんかそんな嫌味たらしいこと言うな。楽しそうでよかった。塩見のおかげだ。一人ではどうも来づらいしな。ゆずりに感謝された。よかった。普通はこんなこといちいち話題にならないんだろうな。ゆかりなら体裁などに縛られず、もっと身軽に見に来るのかもな。ごめんね、カビカビだわ。バイクに乗ることなんかも彼女の方が私より向いてるかもしれない。バイク？乗りたいの？バックアップに使っていたのを君も見たことがあるだろ。あー、そういえばそんなことあったな。でもあれはもともとそのために手に入れたんじゃないんだ。バイクがあれば一人で気軽にどこでも行けるだろ。自由にならない身の上に対する私のささやかな抵抗なんだ。シャドウに壊された時手放そうかとも考えたんだが、結局オーバーホールに出した。宝物と言ったら大げさかもしれないが、今も暇を見てよくいじっている。へえ、みっちゃんバイクに乗ってるの似合うだろうな。黒いライダースーツとか着てね。ミスルは楽しそうだ。なんかあれだね、いつか一緒に出かけな。自分で今自分のメンタルえぐったわ。そのいつかは来ないのに。いやでもしたい。押そう。君と一緒に。君はバイクに乗れるのか、それとも私の後ろにということかな。ふふ、安くないぞ、どちらにしてもな。ミツルはとても嬉しそうだ。よかった、喜んでくれて。ありがとう、君のおかげで今日は気が晴れた。ミツルに感謝された。ミツルとの仲が少し進展した気がする。やったー。ランクが5か。まあ残り17日。もうまあ実際に行動できるのって10日分ぐらいしかないよね、土日も含めると。ギリギリだな。よければもう少しゆっくりしてから帰らないか。ミツルとのんびりして寮へ帰ることにした。よし、みっちゃん、過ごすと。元気ない。どうした？ミツルは本棚を見ている。なんか、届かないなら取りましょうか。そういうラブコメみたいなことやる。ああ構わないさ。でもありがとう。ミツルは嬉しそうだ。確か鬼太郎が身長175ぐらいで、みっちゃんがね160何センチか。忘れた。こうして文学の棚を眺めていると気づくことがあるな。恋愛についての物語に比べて家庭を綴った作品は数が少ない。結婚とはやはりそこへ至るまでが一番輝いているということなんだろうか。誰しも皆何かを捨てる気構えで結婚に挑むものなんだろうか。ミツルの顔はなんかずっと元気ないよね。実はグループは今後継の問題で混乱状態なんだ。なるほど。これ何？なんか言い名付けとかできる？お見合い？お見合いしようとしてる？みっちゃん。
おか、う、ろ、老快な大人たちの思惑。今日なんかやっぱみっちゃんのセリフ難しいやつが多いな。正直たかだか学生の私では押し切れない。だが私は宗家の娘だ。我が身によって道を示さなければならない。たとえそれで何かを捨てることになってもな。私には、お、定められた言い名付けがいる。近く提携する相手企業の新任社長、二回りも年の晴れた大人の男性だ。二回り、え、一回り12歳だよね、確か。二回り24さ、え、40以上ってこと？40以上の人が、みっちゃんと結婚しようとしてんの？え？いや、相手年の差は関係ないとは言うけどさ、大丈夫か、その社長。今期を急げば、グループの今後についていち早く助け合えるだろう。それに、結婚を提携と同時に発表したいのだそうだ。そうすれば、グループの盤石を内外に印象付けることもできるからな。株価のために結婚しようとしてる？それが最良の選択さ。おそらく誰にとってもな。初耳なんですけど。俺というものがありながら、初耳なんですけど。それはそうさ。人に話すなど、君が初めてだしな。あー、なるほどね。信頼はしてくれてるんだね。お父様やお母様も通って来られた道だ。ならば私も運命からは逃げないさ。え、いや、ちょっと俺が何とかするよ。うん。知り合いにさ、心の回答団いるからさ、ちょっとお願いしてくるわ。お？できもしないことを言うな。みっちゃん、ここ図書室だよ。大きな声出しちゃダメだよ、みっちゃん。すまない。私から切り出した話なのに、本当だよ。私は、なぜ私は塩見にこんな話をしてるんだ。自分の気持ちに困惑しているようだ。やばい。塩見の、もう鬼太郎の毒牙にかかろうとしている。ほのかな思いを感じる。大きく進展した。6。ミツルと特別な関係になった気がした。あー、なるほどね。私は近頃、君とこうして会うことに少しためらいを感じている。なぜ私たちはいつも二人で会っている？今は決めたことをやり抜くだけだ。でも、君と話してるとどうにも自信が持てない。こんな気持ちになったのは、君のせいかもしれない。失礼するよ。ほぼ告白みたいなこと言って帰ってったな、一人で。一緒に帰ろうよ。お帰りなさい。ただいま。みっちゃん。この丸の体調管理の話になってる。はい。ということで、みっちゃんとワイルダックバーガーにやってきました。食べ慣れると時折急にこの味が恋しくなる時があるな。前に君と二人で会うのをためらってると言っただろう。おう、あれは忘れてくれないか。忘れていいの？もともと同じ缶に寝起きする間からで気にしても仕方ない。それに私はもう決意を固めるべきだ。ミツルの声色はどこか寂しげだ。なあ、千代美。今からいろいろな場所をはしごしながら過ごさないか。わがままかな。え？それはこちらとしてはもちろん願ったり叶ったりだけどいいの？よかった。じゃあ今まで君が紹介してくれた店を順に回るというのはどうだ？今ならどこだって平気さ。君が一緒ならな。なんか受け入れようとしてる。ありがとう、しおみ。いい思い出にしておきたいんだ。うわー、え、なんかや、もうこの時点でだいぶエモいな。みっちゃん本当はしおみのことが好きだけど、会社のために二回りも年離れた男性と結婚しようとしてる。今日を楽しく過ごせれば私はきっと決意できる。きっとな。いやー、それはそれでどうなんだろうな。門限ギリギリまでミツルと付き合い、寮へ帰ることにした。あ、帰ってきたか。あ、ただいま。てかさ、残り8日なんだけどさ。まだ7でしょ。これは間に合わない気配が出てきたぞ。お、みっちゃん、もしもし私だ。今、少しいいか？うん、別に買わないよ。
君さえ良ければこれからどこかへ行かないか。よし行こう。そうか、じゃあ外で待ってるからな。ミツルは嬉しそうだ。思い出作りだね。漫画喫茶漫画の星、二人で楽しいひとときを過ごした。すごい数の漫画だったな。休日をそれなりに満喫しているようだ。なあ、しおみ、ちょっと聞いていいか。ミツルは不思議そうな顔をしている。ここは図書館のように本を外へ持ち出したりできない。師匠らしいものもいないし、何より有料だ。それが普通だよ。なのになぜみんなわざわざここへやってくるんだ。漫画など高額図書というわけでもないし、買えば済むことじゃないのか。ずれてんな。まあまあそうだね、置き場の問題って言った方が。なるほど、それは一理あるな。店自体を本のトランクルームに見立てているわけか。満喫を本のトランクルームって考えたことないんよな。持ち出しができないということは逆にいつでもあるということだしな。面白い考え方だ。いつら感心している。あ、よかった、深まった。あ、プレゼント、俺なんか持ってたっけ。あ、フロスト人形どう、これを私に。わざわざ持ってきてくれたものを受け取らないのは失礼だな。あ、うん、それを言うことによってもう俺に失礼。いらないんだろうなっていう。ありがたくいただくよ。どうやらミツルの好みに合わなかったような。やばい、失敗している。お、みっちゃんがへこんでるな。もうあと5日しかない。絶対に間に合わない。どうした。たまたま通りかかってな。迷惑だったか。そんなことないよ、学校だぞ。そりゃみんな通るだろう。とにかく少しでもいいから後で時間を作ってもらえないか。都合がつけばでいいんだ。ミツルは話があるらしい。あー、さあみっちゃん過ごす。そうか、じゃあ行こうか。今日は時間があるんだ。微笑んでいる。ポートアイランド駅映画館スクリーンショット、二人で楽しいひとときを過ごした。前から気になっていた作品だったんだ。なかなか面白かったな。典型的なロードムービーだが、感情の描き方がさすがにうまかったな。全てを投げ打って旅に出る姿、今の私にはどうにも心に響いたよ。全てを投げ打ちたいんだろうな。ラストシーンで日常に帰ると決めた主人公は、あの後幸せになれたんだろうか。なあ、ショニー、自分のことなど誰も知らないどこか遠く離れた場所、そんな場所へ行ってしまえたらと思ったことはないか。めちゃくちゃある。そうか、君でもそう思うことがあるんだな。あれ、いっちゃん、これもしかして駆け落ちしようとしてない。あれ、ミツルは苦笑している。別に投げ出すような生き方に憧れているわけじゃないんだ。ただ人は時に自分が大切にしているものによって手足を縛られる。グループの未来、宗家の娘としての責任、もしもなければと考えてしまうことは正直ある。キリジョー・ミツルという名前にさえ私は束縛を感じることがある。いや、分かっている。こんな考えが許されるわけないことくらいな。まったくだらしがないな。いつまでもクリーごとを重ねて、君が相手だとついこぼしてしまう。ふふ、いい加減うんざりだろ。ミツルからの信頼を感じる。ミツルとの仲が少し進展した気がする。あー、ランク8、残り5日で8か。絶妙に間に合わなさそうだな。大丈夫かな。ランク8に上がったと。なんかみっちゃんね、なかなかね会えないんだよね、普通のコミューと比べて。こぼしついでに一つ仮の話をしたいんだが、もう絶対駆け落ちじゃん。もし仮に私に今好きな相手がいるとしてだ、結ばれないと知りながらそれでも思うのを止められないとしたら、それは悪いことだろうか。あ、仮の話だぞ。悪いこととは言えないな。もう構わないでしょう。しおみ、ミツルはなぜか辛そうな顔だ。あのなしおみ、私は、ああ、ようやくいた。おーい、ミツル。あ、うん、なんか、
ペルソナ5のハルちゃんのさ、フィアンセもさ、なんかこんなさ、白のタキシードみたいな服着てたけどさ、露骨に嫌そうなやつだな。顔が嫌だもん。人を見た目で判断する。いや探したよ、こんなところで過ごしてるなんて思わなかったよ。じゃあ行こうか。え、待ってください、今日はあなたと約束など何も。今夜珍しく時間が空いたんだ。なかなかないことだよ。僕は忙しい意味で、君は学生、予定は君の方が合わせてくれたいと。うわ、なんかもう嫌だ、嫌い。そんな勝手を言われても困ります。探したんだぞ。ああ、うー、大きな声出す男性はクズです。それに僕と過ごすより大事な用なんてないはずだろ。めちゃくちゃあるわ。そんな怖い顔するなよ、君のためでもあるだろ。理解していると思っていたんだがな。君は僕の将来の妻として従順でいてくれればいいんだ。まったく、先代にしても君にしても扱うのが難しくて困るよ。先代の話はやめろ。まあ先代はもういないから正直ちょっと安心してるんだけどね。こいつクズ野郎だな、すげえクズだわ。え、ぶん殴っていいか。殴りてー。君だって内心そうなんだろ。ふざけるなって言いそう。ああ、ふざけているのですか。ミツルは体を震わせる。そりゃそうだよな、お父上のことまで侮辱してんだからな。こいつだ、ぶん殴ってやろうぜ。処刑よ処刑。うん、なだめる、文句を言う。あれ、ぶん殴るってのかねえな。文句言うよこれは。しおび、ミツルは嬉しそうだ。なんだお前は、部外者の口出しする問題じゃない、どいてろ。なあミツル、わかるだろ、企業経営や子供の使いじゃない。いくら聡明だって君はまだ高校生だ。どうしても僕の力が必要になる。それに今のキリジョーグループには僕が必要なんだ。違うかい。違うな。違う、お前みたいなやつとな、だから手を組んでもな、なんか失敗する未来しかないんだよ。ああ、みっちゃん、いい子だミツル、やっぱり君は頭がいい。じゃあ行こうか、素敵な場所を予約してあるんだ。はい。ペルソナー。こいつをなんとかしろ。あ、しおみ、嫌な思いをさせてしまったな。今日はありがとう、楽しかった。みっちゃん、すまない、本当に。じゃあ失礼するよ。みつるが言ってしまう。どうしようか。どうしようかって言ってもな。うん、引き止める。男につかみかかろう。そしてぶん殴ろう。行け。何をする。暴力とはとんだ野蛮人だ。お前の方が言葉の暴力がすごいだろ。僕が怪我をすれば恥をかくのはミツルだ。そんなこともわからないんだからな。ミツルはこちらを見て驚いている。身分の違いをわきまえろよ。お前と僕らでは背負ってるものが違うんだ。いやこちとら世界の運命を背負ってるんですけど。こいつ嫌いだわ。大体君みたいな庶民が僕らに近づこうとすること自体間違っている。言ってる意味わかるか。僕たちにとって君は迷惑なんだよ。たけ、信じられないよ。ミツルもあんなのと関わってると、男の悪態が止まらない。お、みっちゃん、行く？ぶん殴る？一緒に殴ろっか。黙れ。お、ミツル？黙れと言っている。彼への侮辱は許さない。みっちゃん、なんだよ、何を急に怒ってるんだ。私は彼を尊敬している。彼への侮辱は私への侮辱だ。みつる？何を言ってる？君は僕よりこんな奴をかばうのか。背負ってるものが違うと言ったら、そりゃそうだよね、みっちゃんね。俺たちの方が背負ってるもんね。ああ、そうさ。お前と彼とでは比較にもならない。彼は自分の足で立ち、自分の力で運命と戦っている。私はこれまで彼のそんな生き方に何度となく救われ、支えられてきたんだ。私は、あれ？この流れで告白する？彼と一緒にいたいんだ。うわあ、みっちゃん。今も、そして、これからもだ。こいつと一緒にいたい。これからもとか、何を言い出してるわけ？君は僕の婚約者だろ。僕がこんなガキに劣るっていうのか。ミツル、訂正しろ。今なら聞かなかったことにしてやる。グループの将来を考えてみろ。何度でも言えるさ。私は彼と一緒にいたい。今私を支えてくれているのはお前なんかじゃない。グループは必ず立ち直るさ。お前のような人間に救いを乞う必要はない。今日限りでお前と私は赤の他人だ。見苦しい真似をするなら今度はグループを挙げて相手をしてやる。うせろ俗物、二度と顔を見せるな。オーバーキル。
いいぞ。え、あ、うー。二回りも年下の女性に怒られて、え、混んでる。G、G、え、誰 G って、山岡みなりのいい男。走り去った。だっせ。二度と顔見せんだ。あ、私、みっちゃんありがとう。みつるは赤い顔で走り去った。両親帰ることにした。いやいやいや、お前の切り替え速度すげえな。あ、いっちゃん帰っちゃった。よし、帰るか、みたいな。もうちょっとここでぼーっとするだろ、普通。あ、おかえり。ただいま。あと5日ね。みっちゃん?いよいよ約束の日か。あ、うん。普通に話してる。うわー、これ間に合うかな。間に合わせたいな。あー、みっちゃん。残り3日。間に合うかな。君か。どうした?よし、じゃあ後で声をかけに行こう。ああ、しおみ、話があるんだ。と言っても大体想像がついてるかもしれないが、その、なんていうか、ちゃんと話したいと思って。時間がないなら今度でもいいんだが、ミツルは頬をあからめている。よーし、過ごすか。みんな屋上行くな。告白と言ったら屋上なんだろうな。しばらく屋上には誰も来ないと思う。というか、会長の権限でそうした。その、初めての職権乱用というか、どうでもいいそんなことは。出だしから何を言ってるんだ私は。ミツルは一人でうろたえている。要するに、ちゃんと話をしたいんだ。まずは私から謝らせてほしい。この間はすまなかった。謝ることなんてないよ。気にしてないよ。そうか。ありがとう。ミツルは安心したようだ。あの男が君に迷惑をかけたこともそうだが、私が本当に謝りたいのは、あの時の私の態度についてだ。あの時はその、あんなことを言い放っておきながら、こともあろうに私は走って逃げた。信じられない。この私が。すまない。気持ちを伝えたいって前から思っていたんだが、それがまさか往来の真ん中で叫んでしまう羽目になるとは。それだけじゃない。君と関わり出してから私は初めて尽くした。驚いて喜んで、そして何をしていても君のことばかり。おー、情熱的。しおみ、好きです。ここボイスあるのいいな。アトラスありがとう。顔悪化。もう恥ずかしくて死にそうだ。可愛い。しかしこうなった以上はっきり伝える義務があるだ。あるね。ここまで言わせておいて。責任は取ってもらうからな。可愛いと同時にごめん、責任取れないというもの、なんか申し訳なさが押し寄せてくる。これですっきりしたな。今日から君は私の特別な人だ。もちろん立場上まだ表向きにはできないがな。あ、また特別な人が増えた。特別な人がいっぱいいる。あれ、俺今何またしてるんだっけ。ゆいこちゃんとアイギスとプーカちゃんとゆかりっちと、みっちゃんか。まあちょっとセーブデータは違うけど、ごまた。みつるに信頼されているようだ。みつるとの仲が少し進展した気がする。次か。残り3日で見せてくれるかな。いけるかな。よし、特別な関係がより深まった。昨夜、これから君の前でだけは名前で呼ぶことにする。大丈夫それ。そう、ややこしいルール大丈夫。みんなの前で思わず言っちゃわない。で、風花ちゃんとゆかりちがピクってなんない。あれっつって、今みつる先輩私の彼を名前呼びしなかったみたいな。なんないかな。どうにも照れくさいが、私がそうしたいんだ。とにかく私はもう霧城みつるの名を束縛だなんて思わない。霧城みつるだから私は君に会えたんだからな。あー、昨夜、大切にしてくれよ。喜んで。残り3日間大切にするわ。もう少しこのまま。そのまま2人で遅くまで話し込んだ。あー、ミス、おかえり。ただいま。あと3日ね。みっちゃん。みっちゃん。ほら、昨夜だよ。昨夜って呼んで、みっちゃん。
わー、あと3日で終わるかな、心配だ。さあ29日、ここでみっちゃんが廊下で話しかけてこない。あれいないよね。わ、あれ土曜日も学校あるもんな。次が最後の登校日だよね。ここで話しかけてきたら終わる、あの終わるんだけど、うわー、え、わ、ドキドキする。頼むよ。あ、ただいま。うん、体の調子はいいんだけどさ。次の日頼むぜ、マジでラストチャンスなんだよな。頼む頼む、みっちゃん廊下で話しかけてきてくれ、みっちゃん頼む、ラスト。終わってしまった授業が。みっちゃんは、あ、いるいるけど、これどうなんだ、これは関係深めるだけのイベントなんじゃないかな。あー、それっぽい、過ごしてみるけど。あー、やっぱりワンターン足りなかった。申し訳ねー。お帰りなさいです。ただいまです。あ、はい、明日はタルタルスで向かったらもう外へ出られません。あれ、ちょっと一回寝てみる。何かの奇跡が起こるかもしれない。一回寝てみよっか。1月31日、今日は約束の日だ。あー、俺は約束の日よりもみっちゃんの込みの方が気になってるんだけど、もうダメだよね。みっちゃん、みっちゃん、あ、いない。ちょっと月光感覚行ってみるね。あ、ダメだ。いやー、こうなったら奥の手を使うしかねえか。ということで奥の手を使います。何かというとですね、皆さんペルソナ3ミツルコミュで YouTube で検索だ。そしたら多分誰かが実況してるんでしょ。で、それを見ながら、ちょっと僕はね、テキストを読みつつ、実況していきたいなと思います。もちろん映像は見せれないので、僕の声だけでお楽しみください。じゃあ行くか。とんでもない、とんでもない企画が始まった。じゃあ、みっちゃんと、お、私の部屋でもいいか。君にあげたいものがあるんだ。やっぱりみんな部屋に招くな。みつるの部屋に行くことにした。今見てる人は1月19日にやってる。いいな。余裕持ったコミュが進められていて、ミツルの部屋、うん、調度品がずらりと並んでいる。その言いたいことはわかる。ここへ移ってくると時、つい習慣で家のものに荷運びを任せたらこうなってしまった。あ、なるほど、豪華な部屋だからね。まるでラウンジがもう一つあるみたいだろ。はは、ゆかりにもよく言われる。ミツルは苦笑してる。ゆかりちゃんよく遊び来るんだな。それからしばらく二人きりで話し込んだ。そうだ、忘れていた。これなんだけど。何？あ、またなんかもらえるのかな？ミツルから何か受け取った。バイクのキー。はあ。私のバイクの鍵なんだ。私はもう自分の定めから逃げない。というか、その必要もなくなった。え、なくなったの？これからあのバイクを気持ちの逃げ場にしなくて済む。そう思ったらなかなか使われない。あのバイクがかわいそうになって。一緒に乗りたいんだ。もっとも免許を取るまでは君は後ろかな。顔赤くなってる。今の戦いが決着してからいろんな操縦教えてあげるよ。今から楽しみだな。みっちゃんの後ろがいいな。無理はするなよ。嬉しそうに微笑んでいる。ん？まだ少し照れくさいな。あ、名前呼んでる。でもここでなら誰かに聞かれることもない。それにこの言葉は私にとってはただの名前だ。もし私に万が一のことがあったら、多分最後に叫ぶ大切な言葉なんだ。うわ、めっちゃいいこと言ってる。あー、そうだな。昨夜、今夜はもう少しそばにいたい。一緒にいてくれるか。ミツルから大好きな人として強く求められている。また曖昧な表現するな、お前は。さあ、ここで、コミューマックスと。うん。我は何時何時は我ね。女帝の最欲、アリラと。
いやー、これ実況したかったな。最大になった。かけがえのない絆を手に入れた。おー、太古の母神アリラトか。あ、チューした。長い時間をミツルと一緒に過ごした。何やった？おい、アトラス！アトラスやってんな。君とはその、あまり学校で話さない方がいいみたいだ。君と話してるとどうやら私は普段と違う顔になるようだ。ん？ミツルに体を直された。うん、これでいい。大丈夫。誰も見ていなかったから。とにかく私はもう何があっても前しか向かない。それに、ちょっと待ってね。ごめんね。ちょっと待ってね。YouTube 見ながらだからさ。なんかうまくいかなくてさ。何があっても前しか見えない。それに君とは言葉などなくても通じ合える。ああ、すごい仲良くなってる。そうだろ、昨夜。ミスルとの固い絆にかけがえのないものを感じる。っていう。みんなちゃんと YouTube 見た？誰かの誰かの YouTube 見た？いやー、ということで、本当はこの手は使いたくなかったんですけど、もう仕方ないよね。だってさ、なんか一番古いセーブデータが、正直ね、12月の20何日だったの。で、そうするとさ、もう、最後の日まで近いからさ、ほとんど仲間とのコミュが発生しないんですよ。で、そっから最短を探していったら、もうほら、年明けとかさ、学校休みが続いてるしさ、1月何日しかなくて、全然コミュが進められなかったっていうね。いやー、でもまあ、よかったです。うん。ゆかりっちとみっちゃんのコミはまあ、ちょっと、多少ズルもありましたけど、これにてすべてやったので、あとは、女性主人公で2周目はまた今後やりたいなと思っております。よし。これで、思い残すこと、まあ、多少はあるけど、楽、ペルソナ4の実況に移れるぞということで、明日からペルソナ4の実況に入ります。おそらくね、17時に、まあ、いつも公開してるので、ぜひ皆さん、時間になった瞬間、もう、レッツゴーで高評価のボタンと、コメントも、あーとか、いーとか、A, B, C, D, E, F, G、なんでもいいので、ぜひ押してください。その勢いがね、YouTube のおすすめに上がりやすいので、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。ということで、ペルソナ3ポータブル、ペルソナ3ダンシング、これにて、ペルソナ3は、一旦実況以上となります。本当に、最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。それでは皆さん、バイバーイ。